はい皆さんこんにちは村長です今日はシンセサイダー V がこのようにプラグインとしてありますけれどもバージョン1.8の正式バージョンになってから MIDI のキーボードが使えるようになりましたこれに伴いとっても便利なことをいろいろやりたいと思いますまずは録音をしてみます4つ打ってからここの72というところからレコーディングをしたいと思います はい、これでですね入力をクオンタイズしますグリッドに揃えるで確認しますちょっと見てみましょうはいこんな感じですねこれで聴いてみますはい こんな感じにできるわけですけれどもシンセサイダー V では例えばこの音符ありますよねこれをオクターブ上げることはコントロール U でこうやって上げてもしくはこれを下げてコントロール D ですねダウンでこのように下げていくことができますでもですねこの音符を1個上げるとか1個下げるとかっていうのは このようにマウスでですね、こうやって動かすしかないわけです。これをですね、キーボードでやりますね。上矢印キー、下矢印キー。こういう時はとってもこれの方が早いですよね。早いところへまだ便利なツールを入れました。ここでコントロールアットマークっていうのを僕はショートカットを入れてあるんですけれども、この 引っっかかっている部分はありますよね。一つのこのフレーズと言ったらいいのかそれで再生ができるようになりますこれはここがひっついていないからでしてこれをちょっとひっつけたいと思いますねこうやってこれでひっつきましたのでここで同じようにコントロールアットマークを押すと。 はい、このようにですねできますし例えば選択した部分このように選択しますよねこの部分を再生するのをコントロール P にしてますはいループしますからこのように下げたりということもできるようになるわけです はい一個だけ下げます。はい、僕のパソコンはちょっと遅いですから再生するときに若干止まりますそして普通の再生ですねラウが再生しないようにコントロールスペースでここから再生が始まりますストップ はい今まではここでループを設定しないといけなかったわけですけれども今カーソルがここにあるとしたらこれでコントロールアットで。 このように自動再生でできるわけです。もしくは選択範囲の自動再生そういうのもできるようにスクリプトを追加してみましたどうでしょうかちょっとスクリプトというと敷居が高いんですけれども僕が開発したんじゃなくて開発したスクリプトを入れてそしてやってみました皆さんも挑戦してみてください